Hi guys, it's Takumi、今は東京駅にいます。今、大体時間が5時50分ぐらいです。で、まあ、今日は仕事が早く終わったので、せっかくなんでこっからちょっと家まで歩いて帰ってみようかなというふうに思います。大体1時間半ぐらい歩くことになると思うんですが、途中面白いものが見つかるかもしれないので、ぜひ楽しんでいってください。ということで、Check this out!さあ、みんな帰り出してる。みんなお仕事お疲れ様です。こんなとこに飲み屋があるんだ。結構にぎわってますね。ここは東京駅といって、まあ、その名の通り東京ステーション、一番東京で、オフィス街がいっぱいある街で、まあ、こんな感じで見てると分かる通り、すごい高いビルがもうたくさんあって、もうこの時間になるとお仕事が終わったサラリーマンの方がすごいたくさんいらっしゃいます。街もすごい整備されててすごい綺麗です。日本の有名な会社は結構この東京駅の近くに、本社を構えているところが多くて、まさにビジネスの中心です。今日はめっちゃいい天気。最近は日も長くなってきて、もう6時なんです。ちょっと前は6時になったら真っ暗だったんですけど、最近はまだこんなに明るい。いやー、すごい綺麗だから歩くのが気持ちいいです。大きい交差点、あの橋渡れるんだな。すごい一羽だけこの湖を独占して、この池を独占して優雅に泳いでます。気持ちよさそうに。 iPhone のカメラだとこの画質が限界です。結婚式の撮影してらっしゃる方もいます。結構東京駅はブライダルフォトを撮るのにすごい有名な場所で、たくさんの方がこの東京駅で写真を撮ってインスタグラムとかでアップしてるのをよく見ます。僕もいつかできればいいんですけど。こんなところにスターバックスがあります。多分最近できたところかな。すごい開放感のあるスターバックスです。今日は中には入らないんですけど、結構ここもなんかちょっとこういう工事のやつがあるのは残念ですけど、こういうやつ結構気持ちがいい公園です。公園なのかな。めっちゃ噴水が上がりだした。すごい綺麗だな。広くて、東京ってやっぱ土地代が高いので、なかなかね広々とした空間がないのが特徴なんですけど、ここはすごい空間を広く使ってて、あんまり東京では見られない景色です。あ、何の花だろう。桜も散ったと思うんですけど、今が満開か。めっちゃ綺麗。さあ、さっきよりもちょっと暗くなってきました。飛行機飛んでる。いいですね、なんかこの景色。あの目の前にある建物ですが、ここは東京駅って実は皇居、天皇陛下が住まいになられている皇居っていうところがあって、その周りを、この皇居の周りはこういう風にちょっと後から見せるんですけど、水が張ってあるんですね。こんな感じです。こんな感じで皇居の周り、
これはまあ正確には皇居じゃないんですけど、皇居は本当にめちゃくちゃ広いので、ちょっと後で地図載せたいと思うんですけど、あっちの奥の方に、あるすごいでかい敷地の中に皇居があるんですが、こういう感じでその周りをお堀といって水で囲ってあるんですね。水で張ってある理由はちょっと知らないんですけど、多分なんだろう、攻められにくくするとかかな。結構やっぱこの岩の岩壁も高いし、これだけ水が張ってたらなかなか周りの人たちは侵入できないだろうということで、多分そういう意味で作られたんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、こんな感じで、めっちゃ広い。皇居は結構あのランニングの聖地というか、ランニングコースとしても有名で、この皇居の周りを皆さんたくさん走ってらっしゃいます。やっぱりあの景色がいつも同じだとランニングって飽きちゃうじゃないですか。けどこういうように皇居の周りをずっと回ってると、いろんな景色が見えるので、多分飽きずにランニングできるのかなというふうに思うんですけど、まあ、僕はあのランニングあんましないんで、走るの嫌いなんでしないですけど、ちなみに僕はあの早稲田大学というところに通ってたので、自宅は早稲田の近くにあります。で、ここ東京駅は、地下鉄で早稲田駅まで5駅、だいたい5キロぐらい、5駅かな、東京、大手町って言うんですけど、大手町駅、竹橋、九段下、飯田橋、神楽坂、早稲田なので6駅離れてます。で、だいたい距離にすると5キロぐらい歩くので、まあ1時間ちょっとの道のりにはなるので、皆さんまだまだ始まったばかりですよ。最近本当に暑くて、今日なんか25度ぐらいまで気温が上がったと聞いてます。なのでこんだけこんなスーツ着てるので、もう汗かいてきちゃって大変です。もう家に着く頃に汗ビタビタになってると思いますが、あの社会人になってからなかなか運動する機会がなくなってるので、たまにはこういう風に運動しないとどんどん太ってっちゃうんでまあいい機会だと思って今日は歩いてます。さあ、エリアが変わってもうすぐ竹橋のエリアに近づいています。竹橋もやっぱりそのオフィス街というか、たくさんの会社があるような街で、どちらかというとあの僕が今までよく行ってた新宿とか渋谷みたいな、商店街とかそういうお店が立ち並んでいるような感じではなく、ここら辺はやはりオフィス街ということで高いビルがたくさん並んでますね。ちょっと皇居に入れそうなところに近づいてきたので、入れないな、ダメです、キープアウト、ダメです、立ち入り禁止ってなってるので今日はやっぱり入れないみたいです。こんな感じで門が奥にあるのが見えますか、そこから入れるみたいです。ここは皇居東御苑ということで、皇室のお庭、 The Imperial Garden ですね。カレンダーもありました。9時から6時まで入れたみたい。あ、もう6時過ぎちゃったからちょっと入れないですね。ここには解説が載ってます。もともとこの皇居は江戸城だったみたいで、あの有名な徳川将軍の時代の江戸城が今は、天皇陛下が住まわれているというふうになってます。あまりこの日本の歴史っていうのをちゃんと勉強してこなかったので、あの世界史専攻だったのもあって、あんまり解説できないのが本当に申し訳ないんですけど、いずれ勉強してちゃんと皆様にまた解説できるように頑張ります。さあ、ずっと似たような景色が続いてますが、お腹が空いてきました。お昼ご飯食べたのが1位だったので、もう5時間も経ってます。限界です。これめっちゃ食べるんで、夜は何しようかっていうのを今ひたすら頭で考えて、それをご褒美に今は頑張ります。いいな自転車、俺も自転車があったらすぐに家に着くのに
多分自転車だったら25分か30分かかんないぐらいで着くと思うんですけど、まあ、でも自転車乗りながら撮影はできないしね。ちょっと暗くなってきたけどまだまだ明るい。本当に車通りが激しいですね。僕自動車免許持ってないんですよ実は。というのもやっぱり東京で車乗るってなるとすごいお金がかかるんですね。東京はすごい土地代が高いので駐車場なんか借りれられないんですよ高すぎて。なので使わないかなと思って免許は取ってなかったんですけど、今思うと取っとけばよかったなって思います。やっぱ友達も結構みんな取ってるし、もう地元に帰った時に車運転できないのがすごいきついので取っとけばよかったなというふうに思ってるんですが、まあしょうがないです。ちょっと脱ぎます。よし、だいぶ涼しくなった。これでまた頑張ります。うわ、汚ちょっと枯れ葉でいっぱいですねさあやっと東京駅の隣の駅竹橋駅に着きました。まだやっと一息です。ここからあと5駅分も歩きます。もう20分以上30分近く歩いてます。日本の道100選内堀通りという有名な道だそうですが、なんかありますね。当たってますよ。ダーン。なんだこれは誰ですかね。あなたは誰ですか。ちょっと後ろに解説があるので見てみましょう。いい。建設委員長陸軍大将林鉄十郎？鉄じゃないな、なんだこれ。刀を携えてます。